から一人年額1000円っていうのが、なんか、もう、また取られちゃった。またねって感じでね。まあ、ちょっと経緯を喋るとね。はい。まあ、はっきり言って、これ、消しからの話。最初から言うとね、はい、消しからの話で、あと、税理論からも全く正当化できないですよ。うんうんうん、で、こんなの、曲がり通ってるっていうのは変なんだけどね、ちょっと経緯をちょっと言っとくと、はい、これ2019年の時だった。安倍政権だったんだけどね、はい、これ税制の話になると、実はね、政権の首相でもあんま関与できないんですよ。え、そうなんですか？そう。これは無理なんだ、なかなか。だから、自民党のインナーっていうのがものすごい力を持ってるからね。なかなか関与できなくてね。それで、まあ、そこに、あれでね、仕掛けていっていったのが、税金の話だから、財務省かと思うと、はい、これ財務省じゃなくて総務省だ。え、総務省なんですか？そう。うん、だからこれが意外かもしれないけどね、はい、で、まあ、総務省と財務省で実は税制調査会って回してるから、それでその前まで何があったかっていうと、はい、震災復興税っていうのがあってね、はいはい、これで震災復興税って2種類とか何種類かあるんだけど、はい、今でも払ってるのは所得税になんか 0.21% みたいな話っていうのが聞かれてる、はい、あれはね財務省所得税だから。それでね、これはもう切れちゃったんだけど、うん、住民税ってあって、住民税は実は各自治体の話なの。はい、各自治体の話なんだけど、国として制度やるときには総務省になるんだけどね。うん、でも税金としては地方税だ。はい、で、住民税に1000円っていうのがあったわけ。で、1000円っていうのは復興、税で、期限が切れる。そうです。で、期限が切れるから、はい、実は、今まで住民税にの1000円っていうのだったんだけど、はい、今度、それを切れちゃったから、はい、森林環境税として、国税として、国税として。それはまあ、総務省のやつが考えたんで。はい、うん。同じ1000円だか分かりゃしねえだろうって言うんでね。国税で取ってもしょうがないから、うん、総務省はそれをすぐ、交付金で各自治体に払うと。だからそれは総務省として見てるとさ、はい、今まで住民税取ってて、地方自治体がやってた話を、そのままにして、自分とこを経由、総務省を経由して払うって形で恩を売るって形なんだよ。はい。これひどい話だよね。こういうのがまあ、結構どさくさ紛れで取っちゃったんだよ。あ、そうですか。うん。いや、それだから、地方の方はね、実はね、森林なんとか環境税と言われてんだけどさ、はい、今まで住民税取ったらそれは全部自分のとこで、うん、住民税の1000円の上乗せは自分のとこですぐ使っちゃったんだけど、ね、今度森林環境税って言ってるから、はい、実はちょっと何使っていいか分かんないから、はい、今のところで使ってない人が多くて、これ東京都なんかももらってるからね、そうするとね、基金として積み上がってるんだよ。使いどころがない。だって、森林の関係で使えるとか、だって、森林もないところがあるじゃないか。東京に森林ってもう多摩なんか、だから、その、渋谷区とかなんか、いろんな23区なんか、ここで結構、もうお金もらってるだけなんだよ、ね。非常に変な税金であることは間違いない。で、もともと、地方の方で森林税っていうのがあってね。はい。例えば、横浜なんかだと、横浜市も森林税取ってる。これとは別に？取ってる。あ、そうなんですか。それで、あと、神奈川県も森林税取ってる。え?30? うん。それで、あとさらに、この国の方が、森林環境税も取ってる。もうわけわかんなくなったよ。めちゃめちゃ払ってる。もう、二重課税の典型なんだよね。まあ、横浜市みたく、市で取るとこはなくて、県で取ってると多い。40件弱あったと思うな。結構ほとんどですね。ああ、取ってるんだ。そもそも国税として、はい、この森林環境税っていうのは、森林の、はい、いろんな、保護とかそういうので、はい、税金の言葉で言うとね、応益税っていう、利益に応じて取るっていう。でね、応益税っていうのはね、はい、税の理論で言うとね、これ地方税だけです。地方税だけ、うん、それはそうだよね。これこれをしますから、うん、そのメリットのある人が払ってくださいっていう意味なんだよね。はいはいはい、だから地方の方でこういう仕事をします。うん、このデメリットあるでしょ、だから払ってくださいっていうんで取るんだし、なるほど。のはあれなんだよね。まあこれ、応益税の典型なんで、これを国税でやるってことは、まず、そこがまず間違いですね。だから国税はじゃあどういう税金があるのっていうと、応納税っていう。これはだから所得に応じて払って、所得税が典型だよね。ああ、はい。そう。
だから国税はこういうのが基本なんだから国税でこんな貿易税取ってるっていうのはもう全然言うもんですよ。さすがにこれ財務省もねかっこよくてね言えないと思う。だから総務省がねよくわかんないですが言ってね、だから総務省が主犯なんだけどね、財務省は一緒に税制改正大綱やってるからね、はい、財務省は共犯だよ。そうこんなの税理論から見てもう恥ずかしくて言えないような世界だよ。これいつ議論してたんですか。2019年あっという間終わった。あそうなんですか。私もね、聞いた時に、です。あっければ。あっという間に終わっちゃってた。うん、だから、国税として、なんか、10代住民税取ったのを国税に振り替えて、それでやるなんて、そんな発想なんかないからさ、うん、それは普通は住民税だから、住民税をの1000円をそれが終わったらそこでおしまいっていうのが普通だ。そうですよね、うん。そこにさ、総務省がさ、知恵つけたっていうか、もうこれ悪知恵すぎて話にならないよ。すごいな。それ国税に振り替え、だから振り替えちゃいけないんだよ、こういうのって、まず。はい。はい、住民税の話をね。うん。振り替えちゃいけなくて振り返っちゃって、それをだから総務省も使い切れないからすぐ地方自治体に交付金に返してんだけどね。うーん、こんなとんでもない先生とですよ。これじゃあやめようと思ったら法律改正しなきゃいけない。うん、でもこれ本当ひどい税金だこれは。ああ、そうなんだ。でもねこういうのを学者は言わないんだよな。おお、なんでなんですか。普通の税理論を勉強してると、はい、国税は はい、納税、はい、地方税は貿易税ってみんな知ってるんだよね、はい、これ教科書に書いてあるからね、はい、すっげえ反してるし、それはないよと、はい、すぐ言えなきゃいけない。だってこれさ、租税議論やってる時に国税と地方税の差点で、うん、国の方は所得再分配みたいなことがあるから、うん、納税で、はい、それで地方の方は行政サービスたくさんするから、はい、行政サービスに応じて税金取んなきゃいけないからって、はい、貿易税って、もうこれね、地方財政の教科書の一番最初に出てくるからね、うん、それでね、その時ね、生徒がね、やっぱね、森林環境税って国税なんですけど、どっちですかって聞かれたら、みんなアウトなんだよな。うん、もうこれ授業できなくなっちゃうくらいにひどい話なんだよね。それなのに、言わないんだよな。要するに忖度してんだよ。忖度です。財務省と総務省に。あ、そうなんですか。恥ずかしいね。この番組聞いてくれた人は分かると思うんだけど、はいはい、こういうのがあるんだよ世の中に。もうひどい税金の理論もクソもあったもんじゃないってんで、とんでもない話だよ。これやっぱとんでもない話だから変えろって声を上げていかないと。って言えば、理屈が全く立たないから、なると思うんだけどね。総務省と財務省はね、はい、石になって抵抗するんだろうね、またね、政治家使ってね。財務省はどこまでこう、抵抗してくるっていうか。これはだから、総務省の話だから、そうそう、私の直感で言うとね、はい、ああね、総務省の話ですねって、意外に手引いちゃうかもしれないね。さすがに、ここまでデタラメだとね、恥ずかしいよな。そうなんです。うん、いくらなんでもね、やっぱり財務省って結構ロジックっていうのを重視するところだから、いや、恥ずかしいよねってなるよね、これはね。恥ずかしさを通り越したすごい税金だから、これ。恥ずかしさを通り越した。いや、これはそうだよ。普通に地方財政論とか財政論やってる人が見たらね、もうびっくりは濃くような税金だよ。そうなんです、ね。だからね、これ聞いてる人でね、うん、ね、大学でね、財政論講義でやってね、絶対習うから最初ね、はい、国の方は大納税で、地方の方は貿易税ってなったらね、うん、先生、森林環境税は国税なんですけど、どういう税金ですかって聞いたら面白いよ。それでみんなあわあわってなると思うよ。その昔単位がね、もらえるかもらえないか私は保証しません。単位がもらえるかどうかはまた別。単位がもらえるかどうかは別ですよ。はい、だからでも私であれば、こういういい質問した人にはもう言うですよ。言う。よく聞いたっつって。はい。よく聞いた。ただし一般にはわかりませんからね。だからそれは先生のね、よく性格を見てね、はい、質問するんですけど考えて